今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。ドクちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流ニュートカー関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は高知市朝日の天壇にやってきました。ここでランチです。焼肉天壇、電車通り沿いです。では入ります。はい、メニューこんな感じですね。まあいつも頼むのは、これですね。アメリカンカルビランチ来ました。焼肉サラダスープです。で私ご飯中にしました。境界線ですね。そう、境界線。ではやっちゃいます。コーヒー来ました。ここ大きくて嬉しいですね。ではいただきます。南国市のパシフィックゴルフクラブにやってきました。ここから歩いてきます。この上が城跡ですね。ゴルフ綺麗ですね。これシャドウを歩いていきます。ここに看板ありますね。龍馬橋、この埼玉龍馬公園まで歩いていきます。川沿いに梅がたくさん植えられています。まだちょっと早い。早いのもあれば満開に使うのもあるし。道沿いに梅が植えられてます。低く植えられてるから花に手が届く、うん。分岐点まで歩いてきました。あと 1.2 キロぜよ。現在地ここですね。で高速道路を抜けていくと、こんな感じです。坂本龍馬2代目3代目の墓が、はい、初代の墓、はい、まずここへ行ってみる。高速道路まで歩いてきました。あの上に見える陸橋が高速道路ですね。であれをくぐっていきます。分岐点まで歩いてきました。これ右なんですけど、左が初代太郎五郎の墓、
近道200メートルあるので、こっちへまず行っています。徒歩のみ。ここを上がっていくようですよ。あと100メートル。はい、あと90メートル。これ親切だね。ちゃんとでも借り払ってくれてるよ。なかなかの急坂です。山道ですね。完全に山道ですね。よいしょ。あれ崩れてる。ここ崩れてるようですね。どうやら到着したようです。ここに書いてますね。南国市史跡、坂本龍馬先生の地。はい、坂本太郎五郎の墓。はい、参拝を終えたのでこの先を行って、はい、道路の方に出られそうなのでそっち行きます。この車道にもちゃんと初代太郎五郎の墓の碑が立ってました。ではこの道を下っていきます。合流地点に歩いてきました。ここですね。初代の墓行ってきました。で2代目3代目はこの先600メートル。この梅の木は枝折りは素晴らしいですね。すごく梅香ってます。であそこに見えるのが埼玉龍馬公園です。よう来たのと書いてます。公園は右、あそこですね。駐車場もあるみたいですね。はい、到着しました。ちゃんと銅像がありますよ。これ桂浜にある銅像のポーズですね。周辺案内図。初代の墓行ってきまして、でこの道を通って現在地まで来たと。でこの上に2代目3代目の墓があるようですので行ってみましょうか。で、はい、はい、そうしましょう。こちらが南国市のマップですね。はい、ではお墓の方行きましょう。散歩のお楽しみはみかんタイムです。今日はポンカンですか。いつもポンカンですよ。はい、ではいただきます。ここに坂本家の家系図ありますね。で最初が坂本太郎五郎 でそこからずっと下ってあそこに坂本弥平がいますね。勾配の方はもう終わってますね。はい、たくさんあるので残念ですね。2月中に来ないとダメですね。これが2代目3代目のお墓みたいですね。でこれ坂本神社というのがありますよ。ここに坂本家の、代々のお墓があるんでしょうね。坂本龍馬先生、坂本彦三郎、坂本太郎左衛門、埼玉に梅太郎の里の看板があります。では戻ります。すごく梅が香ってますね。いや静かないいとこでした。では若宮神社に参拝します。あ、ここも本当すごく香ってますね。よろしくお願いします。
本殿は完全に覆われています。はい、では戻ります。ソテツが植えられてますね。鳥居まで歩いてきました。大木にまた来てや埼玉龍馬公園。ではゴルフ場の方に上がっていきます。駐車場まで戻ってきました。ここまでで1時間50分、 7.6 キロ累積標高差227メートルでした。で最後の登りで馬出ました。息も絶え絶えです。疲れた、負けた、オーバーに負けた、悔しい。Yeah.